このイベントは岐阜市中心部の柳瀬地区を盛り上げようと、十六銀行の女性プロジェクトチームが企画しました。会場では、親と子のアートと題したワークショップが開かれました。このうち手鏡のコースターを作る体験では、参加者が鏡の裏面を削って絵柄をつけ、そこだけ反射しないよう着色を施して涼しげな作品を仕上げていました。 また、有機栽培によるコットンを使ったワークショップでは、子どもたちがミニ旗織り機でオリジナルの敷物を作っていました。このほか会場では、岐阜のいいものを販売する物産展も開かれました。海津中学校の生徒たちが南農みかんジュースを販売したほか、低温殺菌製法で生産されている赤牛乳の各種商品が並び、来場者が買い求めていました。